トーマス・チャタートンは、中世史を暗作したことで知られる、イギリスの詩人。生活に急死、17歳で、ヒ素自殺したことと相まって、ロマン主義における、認められなかった才能の象徴と広く見なされている。チャタートンは、ブリストル生まれ。チャタートン家は、セントメアリー・レッドクリフ教会の寺男の地位を2世紀近くに、渡って世襲してきた家柄だった。しかし、 詩人の父親はその職を継がずにレッドクリフ教会の近くにあるパイルストリートフリースクールの教師で生計を立てる傍ら、ブリストル大聖堂の聖火隊副隊長を務めていた。父親の趣味は多彩で、音楽のみならず、詩を書いたり、貨幣学やオカルトに関する研究にも手を染めていたという。しかし、その父親は詩人誕生の3ヶ月前に没しており、 母親は裁縫及び装飾の内職によって、詩人の姉及び詩人の二人の子供を育てた。八歳になったチャタートンは、エドワード・コルストンが創立した、ブリストル・ブルー・コート校に入学したが、同校のカリキュラムは、読書、記述、算術及び、キリスト教の教義問答に限定されており、彼の司祭にはほとんど寄与しなかった。チャタートンは寺男を世襲する家系に生まれ、 かつレッドクリフ教会が近所にあったという事情から教会を遊び場として育ち自然と教会の牧師や市民行為交換と知り合いになっていく。また彼は教会にある記念碑に書かれた中世英語によって文章を綴る方法を習得した。詩人の姉の回想によれば姉が本を詩人に読み聞かせようとすると 詩人はそれを激しく拒むなど詩人ははじめ読書が好きではなかったという。チャタートンの幼少期は、情緒不安定気味で、他の子供との遊びにも無関心、かつ、学校の勉強もさえないと周囲には見なされた。詩人の姉から、どのような絵が好きか尋ねられると、詩人は家にあった壺に描かれた絵を指差し継ぎのように、答えた。翼とトランペットを持つ天使の絵。 トランペットで自分の名前を世界に轟かせたい。詩人はやがて父の遺品の中にあった音楽について書かれた二折版の本に見せられるようになり、それがきっかけで読書に熱中、国体文字で印刷されたバイブルの読解もできるようになった。その後、彼は教会本堂の北側玄関最上部にある書類保管庫に置かれていた奇妙な多くの箱への関心を抱く。 箱を開けてみると、そこには、洋皮脂に書かれたバラ戦争期の古文書の束が忘れられて横たわっていた。これは後に、彼の施策に大きな影響を与える。やがて検診を受けたチャタートンは、宗教史や風刺誌の創作に乗り出す。1763年、3世紀以上のアイダレッドクリフ教会の境内を飾っていた十字架が、 教区委員の独断によって破壊された一件を風刺した詩をブリストルの地方紙に投稿。この詩は翌1764年1月7日に掲載されている。チャタートンは6年以上コールストン校に在籍していたが彼の才能を見抜き激励したのはフィリップスという教師だけだった。チャタートンのわずかな小遣い税には貸本屋から本を借りることに費やされた。 また、彼は、ジェフリー・チョーサー、スペンサーをはじめにウィーバー、ダグネール及び、コリンズなどの書籍を借りるために、蔵書家の家に出入りする。この時期から彼は、トーマス・ローリーという偽名での作品を、すでに構想していた。チャタートンの空想によれば、ローリーはエドワード4世一世紀のブリストル市長、ウィリアム・ケアニングの秘護のもと活動する詩人である。チャタートンは、 ローリーの偽名で中世英語の詩を自作し、エドワード四世時代のブリストルに思いを馳せ、理想化した数々の作品を生み出す。チャタートンはこれらの作品を中世の古文書から発見したものだと触れ込んだ。1769年、チャタートンはホレス・ウォルポールのもとへローリー詩編を送った。当初、ウォルポールの反応は好意的だったが、手紙でのやり取りを重ねるうちに、 両者は決裂する。この時期のチャタートンは関心を政治にも向け、ロンドンで定期刊行される雑誌やブリストルの地方紙への投稿を繰り返す。投稿の中でチャタートンはジューニアス書館の内容を支持し、グラフトン校、ビュート博やオーガスタ・オブ・サクス・ゴータラを批判している。チャタートンはコールストン校卒業後、見習いとして法律事務所に勤務していた。 しかし試作や投稿に心を奪われていたチャタートンは仕事に身が入らず、その結果主人との折り合いも悪くなり、やがては事務所を辞めてロンドンに上京することを考え始める。1770年4月17日の復活祭前夜、チャタートンは主人やブリストルの名士への風刺や皮肉が入り混じった奇妙な遺言状を書き、その中で彼は 次の夜自殺する意図をほのめかした。この遺言状は主人に自分を解雇するよう仕向けるために恋に書かれたものと言われている。チャタートンの目論見みは敵中、主人はチャタートンを解雇した。チャタートンは友人や知人から資金をかき集め、ロンドンに上京した。チャタートンはロンドンに上京する前からミドルセックスジャーナルなどの中央市への 有力投稿者としてある程度名が売れていた。さらに彼はジョン・ウィルクスを支持する別の政治的な雑誌にも投稿を始めた。彼の投稿は雑誌に掲載されましたが、チャタートンに支払えれた報酬はごく均匠なものか、あるいは全く支払えれないことも珍しくなかった。しかし彼は母と姉に自分の将来が有望である胸の手紙を書き、さらには 母姉へのプレゼントまで送ることで、わずかな所得を費やした。チャタートンの誇りと野心は、雑誌編集者及び政治運動家から向けられるお世辞に満足した。この時期チャタートンは、ロンドン市長、ウィリアム・ベックフォードとも会見し、チャタートンの政治的な助言を聞いたという。彼は、政治風刺や散文、牧歌歌詞、オペラ台本を書き続けたが、 生活的困窮は相変わらずで、チャタートンの母のおばとの関係も悪化した。ロンドン到着9週間後の1770年6月に、彼は母のおばの家を出て、ホルボーンのブルックドールにある屋根裏部屋に転居した。同じ時期にチャタートンの後ろ盾となっていたロンドン市長、ベックフォードが没し当局の言論統制とも、 相まって、ただでさえ休防していたチャタートンにもしわ寄せが押し寄せることになる。この時期チャタートンはローリー名により、事前のバラードを書いた、この詩は現在イギリス詩の中でも、有数の傑作と評される作品だが、彼はこれを雑誌編集者に送り、掲載を拒絶された。行き詰まったチャタートンは、繊維としての働き口を見つけた。ブリーストル時代に、 信仰のあった医師に見習い証明を書いてくれるよう頼んだがこれを拒絶される。1770年8月24日に彼はブルック通りの屋根裏部屋で必須を仰いで自殺した。わずか17歳9ヶ月の商売だった。しかし三分年の中での彼は非常に成熟しているとみなされている。ありがとうございます。